こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon 輸出、効率よく稼ぐためのサポートのモニタープランですね。そのサポート、入会者の方でね、Amazon のアカウント削除されちゃったどうしましょうというご相談があったんで、それに合わせた、サポートプランを第1週目は提供しようということでね、ちょっとご案内させていただきます。まずこのテストサポートプランはですね、私のサポートがどういうサポートを受けられるか、で、今までね、取り組んできたやり方、あるいはこれから、転売をやっていくにあたって Amazon 輸出、どうやって儲けていくと効率がいいか、何をやってはいけないか、その辺のサポートをね、1ヶ月間、させていただいて、1ヶ月後に、なるほど、とてもいいですと、これなら稼げますと、そのままサポートを受けていただく場合は、そのまま何もせず月額課金、1万1000円の課金が始まります。で、1ヶ月サポート受けたけどね、ちょっと違うなと、ね、役に立ちませんという場合には、なんと返金保証もつけていると。今までやったことない形のサポートを今回提供しています。これはね、間違ったノウハウで、Amazon を荒らしている出品者及び塾運営者、スクールなんかが結構あるんで、正しいノウハウ、ね、やっちゃいけないこと、やった方がいいことのノウハウをマニュアルにまとめようと思いまして、そのためのモニタープランということで募集をさせていただいてます。で、早速入ってきていただいた方がですね、Amazon のアカウントが削除されちゃいました。どうしましょうという相談があったんで、Amazon 輸出第1週目のね、サポートは、アカウントの準備ということなんですけど、すでに持ってるアカウントをね、削除されちゃった方、なんで削除されたか、ね、どうやると削除されにくいか、その辺の話、すればですね、今後アカウントをまっさらで作る人にも役立ちますし、また、アカウント削除されちゃった方はね、アカウント作んなきゃね、あるいは復活させないと Amazon 輸出再開できないんで、まずそこから、サポートさせていただこうと思います。で、この削除対策としてですね、3つの、マニュアル動画を用意します。まず、Amazon アカウントが削除されやすい商品。ね、これはもう、はっきり見えてます。なのに、その注意をしてない、方がかなり多いと。ね、情報発信してる人も分かってないのか、意図的に、伏せてるのか分かりませんけど、扱うとアカウントが削除されやすいって商品が明らかにあります。で、最近削除されましたっていう話を見てても、そういう商品やっぱ扱ってると。なんでね、それ気づいて扱っちゃうのかなというのがあります。これね、Amazon のガイドラインでは、非売品は売っちゃいけないってなってますけど、実際はね、非売品売っても、特段問題はない場合が多いです。で、非売品の中でも、まずいものがある。普通に売ってるものでもまずいものがある。なぜそんな簡単なことに気づかないのか。日本にいて日本の商品しか扱わないと、もしかしたら気づかないのかもしれないです。その内容をご紹介します。これはね、商品選びとしても気をつけた方がいいんで、1週目に持ってきてふさわしいなと思います。で、次、アカウントが削除された場合のチェックポイント。チェックポイントと、あと相談方法ですね。まず、どれぐらい儲かってたか、それを教えてください。それからね、どういう連絡来て Amazon から削除が来たか。で、あと扱い商品ジャンルを聞かせていただいて、原因と対策をアドバイスします。でね、復活するかどうかっていう一点に絞って、気にしてる人がいますけど、復活するかしないかっていうのはね、確かに気にはなりますけど、それが全てじゃないです。復活してよかったよかったでやってるとね、また同じことになると思いますし、復活してそのままそのアカウントを今まで通り使うっていうのはね、あまりにも、ビジネスとしてはありえないやり方だなと私は思いますので、その対策なんかもお話しさせていただきます。で、3番目、その対策の中のね、大きなポイント、アカウントを複数作ると。で、複数せっかく作ってもね、意味のない作り方したら、リスクヘッジになりませんので、どうやって複数アカウントを作るか。で、複数アカウントを持つメリット。この3つの解説動画をご紹介しようと思います。それと、ね、初めにそのアカウントを作る、登録方法とかね、ペオニアとかね、ワールドファーストがいいのかとか、タックスインタビュー何かとか、そういう質問がもしあれば、その辺のことも、お答えしてきます。1週目は、
アカウントの準備、それと削除対策、削除になっちゃった時にどうすればいいか、削除にならないにはどうすればいいか、そのサポートをさせていただきますんで、ご相談ある方はどしどしお寄せください。またね、サポートを受けるか受けないか迷っている方は、サポートを受けて、ね、1ヶ月後にそのまま続けるか、返金するか決めればいいことなんで、やってる内容に自信がない、あるいはね、もうちょっとは儲かってるんだけど、何かやればもうちょっと儲かるんじゃないかな。あるいは、誰かに言われた通り、あるいはね、自分が思った通りやってるけど、全然儲からないという方は、ぜひ、この機会に、転売アカデミー、アマゾンサポートをお受けになってみてください。ご入会お待ちしてます。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。